はい、2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼルトレーダーは FX 統一となってます。キツキツになってきました。稼ぐ方法がねなかなか大変なんでね、インジケーターの調整が大変で、今年中に稼げる目処をつけないと来年稼ぎが取れないんで、年金をもらうことになってしまいます。年金はもらわないでね、ずっと積み立てと置くもので億万長者はね、そういうもんなんですけど年金もらうとなると大変なんでね、それも60歳でもらっちゃうと大変なことなんですね。基準は65からなんでめちゃめちゃ安くなってしまいます。緊急の時に困ってしまいますということでね、早くちょっと稼がないといけないということでね、生活費がなくなってきたんですね。こんなことでですね、頑張っておりますけれども、来週からの設定値ですね、こちらの方になってるんですけど、ちょっとこれね、フォーマットできなくなっちゃったんですよ、この画像のね、メモリカードね、IO データのね、フォーマット、ハードディスク、フォーマット、復帰用のソフトでフォーマットしてるんですけど、うまくできるかどうか分かりませんけど、今回こちらですね、来週に備えて。12月8日土曜3時24分午後ですね。でこちらの方でやってます。でこちらの方の分析でね、来週 GBPUSD とユーロ GBP1 週間の分析にしました。でライン数で表示するようにしまして、今日は土曜日なんで動いてませんけれども分析だけやってます。月曜日からの準備ですね。土日を外すマスキングとですね、5時から9時まで取引しないようにしました。それで分析させるようにしました。めんどくさいんでね、分析データがね、飛ぶんで、切り替えの時にね、ちょっと7時とか9時頃飛ぶんですよ、よくね。あと6時。FX の外貨って飛ぶんで、そこのところを見ちゃうとあまり分かんないんでね、分析がね、そこのところ外しました。そんなプログラムを入れて、それで 75% の勝率ということで最適化をしました。来週のは勝率 82.6% と 84% の2つが出てまして、11個と12個シグナルがあるということですね。来週楽しみですね。これでまだデモでやります。デモでやります。それで稼げるんだったらライブでやって、ギリギリセーフですね。私の生活費が取れるということですね。そういうことでやってます。あれフォーマットやってんだけど全然動かないね、ゲージがね。プロテクトとかかかってるとか出てくるんですよね、これメモリカード。まあそういうことでね、ちょっと電流行きたくなっちゃったんでね。ありがとうございます。